感動しちゃったよママ。おはよう。神社行く。よっしゃ行こうか。切っていきますよ。持っていかないよ。切ってください。取りました。行ってくるね。あ、ごめんカレン。じゃ行こう。お祓いが、うん、何時帰ってくるの。いや、お祓い終わったらすぐ帰ってくる。お昼は、お昼はまた考えるね。くん到着。そっちじゃないんだよ、こっちだよ。これは蝉川神社に到着しました。もっくんお祓い中は立ち上がりますか、歩きますか、座りますか、どれでしょう。座ります。はい、正解。じっとできますか。できます。はい、 OK。 しゃべる、しゃべらない、どっち。しゃべらない、約束だよ。立ち上がりません。勝った。約束していこうね。OK かな。ずっと歩くよ、走らないよ。 OK かな。気になる。あ、そうだね。はい、じゃあお手手を洗ってください。まずはいいよ、やってね。手を洗いましょう。うん、よかったね。いいよ、行ってきな。ママ待ってるから。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、行ってみたいと言って行きました。なんとなくですけど、こうやって勝手にババッと、前までは言葉にせずに行ってしまったもっくんなんですけど、こうやって行ってみたいって教えてくれたんですね。勝手にバーっていつも行っちゃったのは、好奇心がすごいからなのかなって思いました。おかえり。納得した。もっくんお祓いを利口さんできたね。ちゃんとできた。お祓いがね、もっくん、本当にお利口できたね。お菓子入ってるよ。お菓子、はい、あれ、うん、この間の。そうだね、うん、あれが食べたかったの。あれ、お菓子入ってるよ、うん、僕の、ね、僕のね。狩りにまげようね、うん、狩りにまげようね。自分の。何あれ、これ自分の、うん、何分の。自分の、うん、でも狩りにまげてね、うん。はい、今日のご飯なんですけど、じゃん、お好み焼きをやります。で、お好み焼きするときはこういうですね、煮干しっこ、こういうの入れて、ちょっとカルシウムですね、補充できるように入れています。話していらっしゃるのはどなたですか。平次。平次、うん、平次、明日の降水確率。降水確率って言ってください。明日雨は降らないようです。降水確率ね。カリ大丈夫。カリンで、やーねー、かわいそう。そんなこと言ったら。ブタくん、じゃあ着ていきます。
僕がこれ。じゃあ半分こにしようか。僕。うん。どっち？どっち食べる？こっち？こっち？大きいの。大きいのがいい。じゃあそっち食べてと。おー、上手なんだね。お手手合わせて。いただきます。ちゃんと座ろう、もっくん。ちゃんと座ろう。いただきます。あいら。美味しい、もっくん。お好み好きだよね。笑うなよ。ちゃんと。でもね、もっくん、ほんとマジでね。見てて、飲み方。飲み方。あー、すごい上手。ちょっとやって。あ、すごい。お祓いの時に教えたことやってくれてる。すごいすごい、もっくん。嬉しい、ママ。偉いね。パパ、なかなか戻ってこないけど、何してんの？外で TikTok 見てんの？ママ何運転？ママは普通の運転だよ。安全運転。安全運転頑張ってます。ママ100キロ出せない？高速乗ると。高速乗るとき100キロは出すよ。パパは？パパも100キロ出すよ。うん。うん、120出せるとこに120でいくよ。400は。は？400と壊れる。400キロは出せないよ、それは。それは無理だね。壊れる。400は壊れるんじゃない？車にぶつかる。うん、てかむしろ出ないよ、そんなに。さっきの、なんか覚えてたのちょっと感動しちゃったよ、ママ。すごーい。払いの時にね、お茶を出してもらったからね。その時にね。ゼリー。ゼリーじゃないよ、あれは。あのね、あるよ、甘いお菓子ね。カリのあん食べる？寝てます。いらないんだったら僕が食べるよ。いや、まあ置いとこうね。はい、ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。この動画を見てこの将来ですね、応援したいと思ってくださいましたらいらっしゃいましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。